ワンボールから投げた。パームボール決まってストライク。低めいっぱい。第3球を投げた。高め際どい球、ボール。投げました。パームはボール。低めワンスリー。投げました。思い切ったスイング、空振り。まっすぐできました。次の球がラストボール。投げました。結局外れてフォアボール。小橋、この試合初めてのフォアボール。バッターは6番シーボル。一塁牽制、セーフ。第1球を投げました。ストライク。胸元厳しいボール。まずは初球決めてきました。さあ次の投球です。ストレートはボール、ワイドアウト。さあ3球目、打った、取りました。これで3アウト。小橋、ここまできっちり2安打ピッチングが続いています。4回が終わって3対1、ライオンズ2点リードは変わりません。ライオンズ、この回は上位打線から始まります。先頭バッターは2番中田。アウトコースいっぱい、ストライク。ワンナシュー。1球目ストライクから、投げました。ストレート見送ってボール。第3球を投げた。外角低め、カーブ決まってストライク。ボールカウントツーエンドワン。追い込んで第4球を投げた。打った、センター前ヒット。ボールは中継、赤田。これで2打数の1安打。ボール、インコース際どいところ。一塁へ1つ牽制球を送りました。セーフ。もう一度一塁牽制球です。セーフ。アウトロー、カーブ決まってストライク。投げた、真ん中高め直球、ストライク。速い球できました。第4球を投げた。チェンジアップ打った。ボールを取って2塁へ。セカンドフォースアウト、アウト。ダブルプレイ。ライオンズ今日2つ目のダブルプレイ。さあ初球スライダー決まってワンナッシング。外角低めいっぱい。第2球を投げました。おチェンジアップ外れました。ボールカウントワンエンドワン。投げました、打ちました。伸びる、なおも伸びる。センターに上げた。ホームランだ、ホームラン、ホームランです。そのホームラン、バックスクリーン右。青木がっくりと肩を落とす。バッターは5番 GG 佐藤。第1球を投げました。アウトサイド、判定はボール。投げました、カーブ決まってワインドワン。アウトコース低めいっぱい。投げました、直球決まってツーエンドワン。さあ追い込まれました。さあ4球目、外角低め、判定はボール。投げました、直球見送ってボール。 GG 佐藤よく見ています。変化球打ち上げた。アレックス前進、アレックス落下点構えて取ってアウト。3アウトチェンジ。5回表が終了して4対1、ライオンズこの回も1点を追加しています。これからカープの攻撃に入ります。先頭バッターは7番ソヨギ。パーム外れてボール、アウトコース際どいところ。ストライク、膝元厳しいところ。パームはボール、低め。投げた、インコースのボール右へ。取って、これでワンアウト。バッターは8番石原。あと打ち上げた、ショート構えた、ショート掴みました。石原、初球打ちはショートフライに終わりました。ここでタイムを取りました。ピンチヒッターは島。カープ選手の交代をお知らせいたします。バッター、投げました、ストライク。膝元厳しい球、初球まずは入れてきました。初球ストライクから投げました。パーム打った、赤田前に出る。これはヒットになります。ボールは中継。さあ2アウトからのランナーが出ました。一塁牽制球を送ります。セーフ。第1球を投げました。直球ストライク、高め。さあ次の投球です。外角高め直球ストライク。
投げました。パームボール外れました。わずかに外。さあ4球目、内角低め、ったセカンド飛びついた、一塁へ、アウト。これで3アウト。片岡ファインプレーを見せました。ランナー1塁に残塁です。5回の裏が終わって4対1、ライオンズ3点リードは変わりません。青木降板、梅津今日3番手としてマウンドに上がります。ピッチャー青木貴弘。試合は後半6回に入ります。先頭バッターは6番五日近。変化球ストライク、アウトローへ。まずは初球決めてきました。投げました、打った、前田余裕があります。取りました。これでワンアウト。バッターは7番中村、今日3打席目。さあ初球変化球ストライク、アウトコースへ。初球まずは入れてきました。さあ次の投球です。これは見送ってボール、スライダー外れて1エンド1エンド1から投げた、あっとすっぽ抜けた、完全なボール球。第4球を投げた、打った、天谷前進掴んで2アウトになります。バッターは8番細川、これが3打席目になります。さあ1球目打ちました、前田前に出る、掴んでこれで3アウトになります。最後はレフトフライに倒れました。6回の表が終わって4対1、ライオンズこの回無得点です。カープ、この回は2番からの高打順です。先頭バッターは2番東で、今日3打席目。アウトロー変化球ストライク、カーブを使ってきました。打ちました、ピッチャー取って一塁送球、東で内野安打。バッターは3番アレックス、これが3打席目になります。パンボールはストライク、外角低めいっぱい、一塁へ牽制球を送ります。セーフ、打った、飛びついた、ヒット、アレックス今日初めてのヒットを放ちました。第1球を投げた、低め際どい、ボール高め、ストライク、小橋今の投球でちょうど70球目になります。投球3球目、アウトコース、速球外れてボール、投げました、低め際どい球、ボール、際どい球選んでフォアボール、これで塁が埋まりました。バッターは5番前田、今日3打席目。投げました、カーブ外れました、ワンボールから投げました、アウトコース高め、ストレート決まってストライク、投げました、ボール外れました。前田集中しています。アウトの直球ストライク、投げました、打った、ボールを取った、バックホーム、ホームアウト、ファーストはどうか、判定はセーフ、前田懸命に走りました。バッターは6番シーボル、第1球を投げました、流し打ち、ファウル、速球外れました、ワンストライクワンボール、打ちました、ファウルボール。さあ4球目、打ち上げた、ドカチカ前進してくる、レフト取りました、ボールは中継のショートへ。右バッターボックスは7番ソヨギ。さあ初球低めいっぱいストライク、パームボール、はい、さあ追い込まれました、ツーナッシングから投げた、ボール速球外れました、わずかに内側、ストレート打った、これはショート二塁へ、二塁アウト、満塁のランナー3人残塁、10番終わって4対1、ライオンズ3点リードは変わりません。ここでタイムがかかります。代打は栗山、ライオンズ選手の交代を知らせます。さあ1球目打ちました、栗山入るか入るか、ライトセンター見送った、ホームランだ、ホームラン、ホームランです、代打ホームラン、梅津がっくりと肩を落とします。打順トップに帰って片岡、1番セカンド片岡、シンカーボール外れました。さあ2球目、
スライダーボール、これも低めに外れました。直球ストライク、外角高め、まっすぐできました。ボールカウントワンツー、投げた低め、スライダー外れてボール、ワンストライクスリーボール。第5球を投げた、アウトコースをつけた、フェア。片岡二塁を狙う、片岡今日初めてのヒットになりました。第1球を投げました、インコースシンカー外れてボール、ボールカウントワンボール。シンカー決まった、ストライク、ワインドアウト。第3球を投げました、シンカー外れました、赤田よく選んでいます。バッティングカウントになって投げました、内角低め打った、切れました、ファウル。平行カウントから投げました、スライダー打った、ファースト取って二塁送球、二塁フォースアウト、ファースト転送セーフ。ワンアウトランナー一塁に変わります。バッターは3番中島、今日4打席目、シンカーボール、これはわずかに低いか。さあ次の投球です、シンカー決まってストライク、低めいっぱいの球、ワンエンドワンから投げました、アウトコースの変化球ストライク。次は4球目、投げた、打った、あっと引っ掛けた、ファウルボール。第5球を投げた、シンカー見送ってボール、中島よく見ています。お、シンカー外れました、これも低め、結局フォアボール。中島よく選びました、ここでタイムです。梅津マウンドを降りまして、林今日4番手としてマウンドに上がります。ワンアウトランナー1塁2塁に変わります。さあダメ押しのチャンスにバッターブラゼル、カーブ、ここで点が加えられるようなことがあると非常に厳しくなってきます。インフィールドフライでバッターアウト、シーボル落下点に入った、取りました。さあダメ押しのチャンスにバッター GG 佐藤、内角際どいボール、初球ボールから投げた、打った、取ってこれで3アウトチェンジ。7回表が終了して5対1、ライオンズ1点を追加しています。フォアシ、降板、星野、今日2番手としてマウンドに上がります。ピッチャー、フォアシ。7回の裏、カープ、ラッキーセブンの攻撃に入ります。この回のトップバッターは石原、これが3打席目になります。キャッチャー、石原、投げました、スライダー打ちました、掴んだ、一塁アウト、ワンアウトです。ここでタイムを取りました。バッターは代打尾形。カープ選手の交代をお知らせいたします。第1球を投げました、スライダー決まってストライク、ワンナッシュ。さあ2球目、ストライク、インコース厳しいボール、星野追い込んでいます。スライダー空振り三振、尾形三球三振。第1球を投げました、アウトコース低めいっぱい、ストライク。まずは初球決めてきました、打った、ヒット、ボールは中継、甘や初安打。バッターは2番東出、今日4打席目、直球ストライク、投げました、おっと届け、インハイ外れてワンエンドワン、スライダー見送ってボール、アウトコース際どいところ、おアウトコース低め、わずかに外れた、ワンスリー、外のボールが持った、セカンドボールを掴んでアウト、スリーアウトチェンジ。一塁ランナー天谷残塁に終わりました。7回が終わって5対1、カープラッキーセブンは無得点で終わりました。林マウンドを降りまして、岸本今日5人目のピッチャーとして登板です。林変わりまして、これからライオンズの攻撃に入ります。先頭バッターは6番五箇近、これが4打席目になります。さあ次の投球です、インハイ打った、伸びた伸びていった、レフトセンター見送った、ホームラン、ホームランです。ソロホームラン、左中間スタンドに叩き込んだ、岸本打たれました、ダメ押しとなる一発。打ちました、初球打ち、ファーストボールを取る、一塁アウト、中村これで4打席連続ノーヒット。
バッターは8番細川、今日4打席目強振空振り。第2球を投げた、またも空振り。追い込んでから第3球を投げた、引っ張った、レフト前ヒット、ボールは中継。細川、これで今日は3打数の2安打。ここでタイムがかかります。ライオンズ選手の交代を知らせいたします。投げました、ストレートはボール、まずは外角高め、51投げました、ボール、アウトサイドわずかに外れた。第3球を投げました、打ちました、ボールを掴んだ、二塁を送る、セカンドフォースアウト、一塁アウト、ダブルプレー成功。今日3回目の併殺でこの回を終えました。8回の表が終わって6対1ライオンズ、この回も1点を追加しています。星野、降板、小野寺、今日3人目のピッチャーとして登板です。ピッチャー星野、変わりまして、カープ、この回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターは3番アレックス、スプリット見送ってボール、第2球を投げました、膝元変化球、ストライク、外際どいボール、ワンツー、投げました、直球ストライク、インハイへ。第5球を投げた、内角ボール球打った、切れていきます、ファウル、速球ボール、アレックス集中しています。おっと打ち上げた、ボカチカ前進、レフト掴みました、アレックス左中間へのレフトフライに倒れました。第1球を投げた、速球見送ってボール、これはわずかに高いか、投げた、外角高め、直球ストライク、ワイドアウト、スプリットはストライク、小野寺追い込んでいます、投げました、打った流し打ち、これはファースト、一塁アウト、バッターは5番前田、投げました、直球ストライク、外角高め、投げました、ボール、スプリット外れました、わずかに外、投げました、速球打った、ヒットになります、ボールは中継、前田、今日初めてのヒットを放ちました。